はい、皆さんこんこにちは今日の株式クッキング、ね、皆さんもお待ちかねの株式クッキング今日どのどんな話しようかなということなんですけどもねあのストップ高っていうのがあるわけですねそれからストップ安っていうのもあるんですね、まあ、ストップ高っていうのは、まあ、値幅制限というのが、まあ、株価によってね水準によって決まってるわけですねこれ以上上げられない株価もう過熱してるっていうか、まあ、なんとなくこの一日の中の制限値幅制限というのがあるわけですね上げる上に上昇する場合のストップ高 下に下落する場合のストップ安という形で皆さんこういう現象を見てどのようにお考えになるでしょうかね株式相場をまあ取り組んでいる方はですね、まあ、時々このストップ高とかストップ安の現象に出くわすわけですねで持ってる株がストップ高したらもうハッピーなわけですねで持ってる株がストップ安したらええー、っていう感じでね まあ大変な思いになるわけですけどももも、まあ、こうういいったあの現象をままく捉えててさされれる皆さんん多いのかもしれませんね、えー、ストップ高っていうのはあもうこれ以上値段が上にいきませんからねそこに向けてあの人気化した銘柄については買いが自然にザーッと集まってきますねで一方売りが大してない場合は比例配分っていうのがあるわけですね、まあ、これは売りの方も同じことです。比例配分狙いの買いが入る一方でストップ安の場合比例配分の売りが出てくると。 いうような形で、まあ、この値幅制限のいっぱいの中で、株価が翌日どうなるかということに関心を持ちながら動くわけですね。えー、例えばあの、まあんまり、ね、ストップ高の銘柄も、いろいろ時々出てくるわけですけども、えー、先日はあのサイバーステップ三八ゼロ。残念ながら、これね、あのストップ安をしたんですね。ストップ安七百七十一円という、ね、水準まで売り込まれたというところなんですけども。 まあ出来高は5万5千株これ出来高っていうのがポイントになるわけですねその時に出てきた売り注文っていうのは60万株で一方で買い注文は5万5千株ということは比例配分大体10%ぐらいの場合100株に10株は売れるとかねそういう流れがあるわけですね比例配分狙いっていうのが出てきます。まあ、そんな形でストップやストトッッププや まあこの辺の辺動きをうまく活用する、まあ、ストップ高の場合はこれまた比例配分狙いの買いが入る、まあ、それで翌日またね上昇するという期待を込めて皆さん取り組まれるというのが多いのかと思うんですね。まあサえずそれでただそれで期待してたらストップ安するかと思ったらストップ安しないとかねストップ高するかその後またストップ高の後に上昇するかと思ったら案外しなかったりね。 まあ、いろんなケースが出てまいりますので、ぜひ皆さんもね、えー、こういった現象を体感していただいて、えー、株っていうのはなかなか面白いねということで、えー、ご理解いただいたらいいのかなと思います。本日は以上です。ありがとうございました。